はい、どうも、クイザク山本でーす。さくら P でーす。来ちゃいましたね。はい、沖縄でーす。沖縄でーす。すげー、沖縄だよ。はい。初めてだよ、僕沖縄。あ、ほんと、うん、めっちゃ暖かいね。めっちゃ暖かい、うん、ということですね、本日は、はい、ここ沖縄アリーナでバスケの観戦ができるということで嬉しい。中にはバスケの観戦だけじゃなくて、いろいろ楽しめるスポットがありそうなので、そちらも楽しみにしていきましょう。行きましょうか。行きましょう。はい、ということでね、グッズショップにやってまいりました。向井さん、なんかどうしたんですか？これはね、いやパーカーを迷ってて、これかっこいいよね。これかっこいいです ね。応援グッズあるとちょっと観戦にも気合い入りますからね。いや、そうなんだよね。せっかくならちょっと今早めについてきて、うん、来たまま応援っていうのもね、いいかなと思って。そうですね、うん、福田さん、こっちの方がいいんじゃない？このね、うん、青い方が、ね、似合うと思う。あ、まあ俺っぽいよね。ぽいぽいぽい。そうね、こっちにしようかな。いいですね、うん、山本も着る？僕はじゃあね、白い方にしようかな。あ、ごめん。あ、いいね、うん、色地で、色地で。あ、こういうのもある。そうそうそう。あ、まあでもこっちにするか。いいと思います。ワクワクが高まりますね。いや、本当楽しみです。中になりました。T シャツはとりあえず。イルカの T シャツ。追加購入。いいですね。さあ、僕はですね、今コートの目の前にやってきております。近いし広い、ね。ここにあるということで。ね。すごいよ、もうここにね、リングがない。リング高えなとかね。あそこもでかい。でかすぎる。でかい。大迫力ですね。遠くの人も見えると。うん、でですね、はい、アリーナに座りたいんですけど、ここです。うお、ここ。ここに席があります、なんと。はい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 。高すぎる。ここよ、コート。ね。すごくない？もうさ、うん、ここ、ボール飛んでくるよ、これ。飛んでくる。我々がね。特別でここにいるんじゃなくて、もうここに席いっぱいあるから、ここにお客さんが座れるっていうね。すごいよこれ。すごいよね。はい、がぜん楽しみになってきましたね。我々、ね、はい、またちょっとね、違うところから見るんですが、はい、まあ、ここで見るのも楽しそうですね。ぜひぜひおすすめです。うん、じゃああと2時間ぐらいで始まるんで、ワクワクして待ちましょう。ということで、ちょっとね、はい、時間が空いたので、ご飯を買いに来ました。うん、はいはい、こちらですね。金から。金から。金時の唐揚げ。ということで、食べていきましょう。はい。ありまーす。スイートルームやってまいりました。すごいすごいね、うん、しっかりと見られるって感じですね。ですね、はい、豪華です。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすでにね、選手が練習を始めてます。始めてます。レイアップシュートがめちゃめちゃ入ってます。待ちましょう。
タイムアウト。ここでタイムアウトか。なんとですね、今出場していたばかりの選手にインタビューさせていただけることになりました。ということでお呼びしましょう。琉球ゴールデンキングスの牧選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありましたそうですよね、はい、もう今積んでてたばっかりですからね、はい、結果は、お見事勝利となりましたが、率直な気持ちを教えてください。いや負けたらここに来れないなと思って勝って気持ちよく来れてよかったです。よかったです、うん、僕も応援させていただいてたんですけども、はい、こう、まあ、手拍子したりだとか、はい、マスクしてたら大声も出していいということになりましたけど、はいはい、僕らの声援っていうのは届いてるものですか？いやもう確実に届いてますね。あ、本当ですか？やっぱなんなら今日は本当5点10点分ぐらいはファンの皆さんがやっぱパワーがありますね。なるほど。じゃあやっぱホームだとそういう大声もたくさん聞けて、はい、そうですね。ちょうど今日の試合から、うん、その大声で声出すというのが解禁になった試合だったので、うんうん、このアリーナでは初めてこういう声援を聞けたので、うん、それはすごく良かったなと思います。ありがとうございます。ところでなんですけども、はい、結構いろんな試合があってこう遠征することも多いと思うんですけども、はい、遠征の時の楽しみ方、こういうことをしてるよとか、うん、遠征の楽しみ方ってあります？僕はサウナとか結構好きなので、その現地に行った時に調べていくのが、はい、まあ、一つちょっとリラックスする楽しみかな。ご当地にあるご当地にあるサウナを調べて良さそうなのに行くみたいな。なるほど、はい、ここ、沖縄アリーナの、魅力みたいなのありますか？いやもう本当これ見たら分かるように、うん、今まで日本になかった体育館ではなくてアリーナっていうところがすごく大事なので、うんうんうん、本当もうこのバスケットのために作られたような、うん、釣り鉢状でこうみんなどの角度にいてもどこの席にいてもバスケットをこう綺麗に見える、うん、そして、ね、選手があそこに立ってると本当にもう周りが全部観客なんで、うん、なんかこう選手として本当に誇らしいアリーナだなと思います。まあ、これから B リーグもありますし、それからワールドカップもここね、はい、沖縄アリーナで行われるわけですけども、はい、これから、沖縄アリーナに来られる方にメッセージ一言お願いできますでしょうか？今いろんなアリーナが日本中建設されていると思うんですけど、この沖縄アリーナっていうのはそのアリーナの走りだと思いますし、すごい熱いものを感じれると思うので、ぜひ沖縄アリーナにお越しください。ありがとうございます。本日は忙しい中ありがとうございました、ありがとうございました。インタビューさせていただきました牧選手でした。ありがとうございました。クイズノックさんとクイズされるのだとめっちゃ構えてました。はい、ということですね、はい、まあ、昨日バスケの観戦をしたわけですが、はい、今日はなんと
バスケコートにやってまいりました。イエーイ。もうボールもね、はい、もうちょっとますね。そしてなんとこの場所、ただのコートじゃないんです。こちら。でー、ああすごい。奥がね、海ですよ。もうね、ビーチでございます。はい、はい、ここはですね、アラハビーチと言いまして、もうね、ビーチの真ん前にコートがあるというようなロケーションとなっております。うん、バスケが根付いていると言っても過言ではないですね。すごいね、沖縄のバスケ文化、ね、うん、ということで、昨日はバスケを見たので、今日はバスケを実際にプレーしてね、もう福原さんと戦ってやっていきましょうということですね。はい、負けませんからね。やっていきましょう。フリースロー対決。フリースロー対決ですよ。やっぱさ、当たり前のように決めるのすごいですね。やるとわかる。惜しい、惜しい、惜しい。でもあれだよ、ジャンプして着地の時に踏んだんだ。ダメなの。どうだね。おー、すげえ。そういうゲームじゃないんだよ。バランス頑張りましょうみたいな、そういうスポーツじゃないけど。おー、よし。膝下がって。海辺でのバスケ、うん、気持ちよかったですね。絶景です、ね、ということでちょっとじゃあ晴れやこしらにでも行きますか。行きましょう。行きましょう。ご飯屋さんにやってまいりました。ということでここはですね、ジャーガルそばといいまして、ソーキそばと食べられるお店でございます。なんとあの B リーグ選手も行きつけのお店でした、うん、すごいよサインの量がね、うん。ということでね、その B リーグ選手のパワーの源にもなっている沖縄の、ね、ご飯を食べまして、B リーグの選手の気持ちもちょっと味わおうじゃないかという感じですね。はい、はい、いいね。届きました。美味しそう。美味しそうですね。そっちがこっちが手びち。手びち、はい、大きいね、お肉が、はい、そしてこっちがソーキそばとですね。どっちが何ですか。ちょっと食べてください。いいですか。うん、うまっ。出ました。うまい。おいしい。おいしい。ね、めっちゃ濃い。あの味が濃い。旨味がすごい。へぇ、うん、おいしい。縮れ麺がスープと絡むのよ、うん、美味しいね。いただきます。うん、うん、柔らか、柔らか、あ、美味しい。チュルンチュルンだ。僕もいただこうかな。そうそうそう、うん、うま
美味しい。これを食べてみんなパワーを出してるわけですね。そういうことだ、あんなに大きくなったのかな。そうだね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで、はい、なんと那覇市街へやってまいりました。そして見てください、こちらカウントダウンクロックでございます。これあれかな、ワールドカップ開幕するってことかな。そういうことですね、はい。今年8月にですね、ここ沖縄で FIBA バスケットボールワールドカップ2023が開催されるということで、このね、カウントダウンクロックが設置されているということなんですね。もうあと200日切ってるね。え、てかワールドカップ日本でやってすごいよ。すごいよね。ちょっとね、なんかこうテンション上がるよね、もう本当にバスケめっちゃ面白いんで、ね、一回生で見てほしい。いや、マジでね、生で見ると変わります。変わります、変わります。ぜひ皆さんも一緒にね、見てください、ということで、これでね、今回の沖縄の旅は終わりなんですが、どうでした。いやー、満喫したね。まあ、楽しかったね。もう一周ぐらいしたいけど。確かに、ということで、まあまあ、またね、あの来てもいいしね、いろんなところでバスケ見れるので夏にまた来ましょう、はい、ということで、皆さんもぜひバスケ楽しんでください。さよなら。